それではちょっと一人ずつ紹介させてください。まずは代表取締役社長の牧野明宏です。いきますよ、せーの、イエーイ。アクターズスクールも在籍してる時には昔それぞれみんな BB ウェーブスというグループだったり、その前安室奈美恵がいた頃にはスーパーモンキーズという大きいグループだったりしました。で、そのグループに BB ウェーブスも当時、25年ぐらい前に活動してたんですけども、ISSAたちも大地もそれからスピードのメンバーも知念里奈もみんなデビューする前は BB ウェーブスとして活動していました。で、そこからデビューが決まって卒業していったんですけども、今度は卒業がないので、もしアクターズから卒業していった人たちが全員同じ一つのグループとして活動していったらどうだったんだろうということを、私今回のプロジェクトを考えるときに想像しました。もう一つのグループに浪江がいて、マックスがいて、スピードがいて、リナがいて、大地がいて、それぞれ例えば浪江が最初にソロパートを取ったらその後に、スピードのエイコが歌い出すとかで、感想ではイッサと大地とかが踊り出すみたいな、そういうグループが実現する。
17歳です。特技は三振です。広間莉央です。14歳です。特技はそろばんです。新庄莉子です。特技は習字です。莉子おめでとう。12歳です。はい、ストローベルモカです。特技は歌です。ソウルです。15歳です。特技はバスケと演技です。よろしくお願いします。はい、ではヒカルからお願いします。はい、玉木ヒカルです。17歳です。特技はフラダンスです。お願いします。千葉のマリアです。10歳です。特技はバスケです。トーマルユイトです。9歳です。特技はダンスです。よろしくお願いします。トーマルユイです。11歳です。特技は歌うことです。よろしくお願いします。徳山ラララです。9歳です。特技はバレエです。トニカカリンです。10歳です。特技はダンスを踊ることです。15歳です。特技はダンスです。よろしくお願いします。七海です。14歳です。特技は空手と演技です。よろしくお願いします。リルです。11歳です。特技はダンスやウクレレ、ダンスや歌、弦楽器が弾けます。死ぬほど音楽が好きです。よろしくお願いします。お願いします。比嘉真香菜です。12歳です。特技はフラダンスです。よろしくお願いします。比嘉まつりかです。9歳です。特技は走ることです。前代里奈です。14歳です。特技は3つのジャンルでダンスをすることができます。よろしくお願いします。松山紀恵です。10歳です。特技は陸上です。です。17歳です。特技はピアノです。よろしくお願いします。宮城国です。特技は宮城国です。13歳です。特技は絵を描くことです。よろしくお願いします。ネカル2期です。11歳です。特技は歌を歌うことです。本村ゆずきです。11歳です。特技はダンスです。森田美優です。12歳です。特技は体操の中の前方展開という技です。よろしくお願いします。山川彩希です。12歳です。特技はピアノです。よろしくお願いします。はい、ではどうでしょう。山田蘭奈です。10歳です。歌うことが得意です。ゆなきです。15歳です。特技は楽器を弾くことです。よろしくお願いします。みぎあんじゅです。11歳です。特技は空手です。よろしくお願いします。なぬです。12歳です。特技はドラムを叩くことです。よろしくお願いします。なぬです。9歳です。特技は英語です。 Thank you for coming。11歳です。特技は英語をしゃべることです。よろしくお願いします。リズです。特技は絵を描くことです。9歳です。よろしくお願いします。リノです。10歳です。特技は歌を歌うことです。僕の名前はリュウノシンです。11歳で特技は歌うことと仮面ライダーの変身ポーズです。ゆめです。13歳です。特技はダンスを踊ることです。よろしくお願いします。レアです。11歳です。特技はダンスをすることです。よろしくお願いします。じゃあ参加しましょう。はい、以上49名のメンバー、自己紹介させていただきました。
私たちはオーディションから今までアンナさんのスタッフ、アンナさんを中心とするスタッフの皆様、そしてパートナーシップ協賛企業の皆様のおかげで最高の環境でレッスンを受けることができ、今日を迎えることができました。私たちは世界という目標を掲げ、 BB ウェーブス、立派な BB ウェーブスになれるよう精進していきます。これからもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。